今まで出ていただいた社長の中で、はい、誰が一番嫌いですか？嫌いな方ね。嫌いな社長ですか？はい、それ株元だろということで、はい、ね、期待した答えが出てきたところで、はい、ぜひカブちゃんと共演した際にですね、バチバチやっていただきたいと思いますけど、見たい、はい、それめっちゃ見たい。どうなんですか、株元さんのあの令和の虎での物言いというのは。いや、カボット社長は本当に頭がいいですし、はい、ビジネスサイドとそのプライベートサイドのキャラクターがね、はい、まあとてもいい面が両方ともある方なので、はい、いい意味でも志願者に対してエッジの効いた発言をされていると思うんですが、はい、見てる方からするとね、うん、おいおいおいと、うん、まあちょっとね、煽り、まあテイストな感じがあると思うんですけども、はいはい、俺からすればね、カブちゃんなんておめえ、社員一人もいねえんだろと。お前さ、はい、社員の人生背負って初めて経営者だと。フリーランス集めてそれ経営者かってね。いいわ。はい。いや、社長ちょっと、はい、社長どう思いますか、それ。僕はそう思うんですけどね。いや、僕はノーコメントで。まあちょっとね、はい、まあけど、ぜひその、はい、川本社長なりの考え方とか、はい、まあみんな社長ってその自分の ね、 そうですね、考え方、そしてビジネスモデルがみんな違いますから、はいはい、やっぱりその、まあ持つ意見って様々だと思うんですけども、うん、はい、そういうところね、もう社長同士のぶつかり合いっていうのも醍醐味だと思いますんで、はい、本当にそうなんですよね。そうですね。はい、まあ忖度なく、はい、まあ、話せればいいかなと思います。はい、まあおっしゃるように、基本その、カブちゃんともね、すごい親しくて、はい、仲良くされてる中だけども、やっぱりいざ、その物事の考え方っていうことになったら、当然違って当たり前じゃないですか。そうです、そうです。そういうところね、ぜひ、バチバチ。あとあえて大学の名前はおっしゃらなかったでしょうか。確かに。待って待って、これなんで言われんだよ。俺に言わせようとしてんのか、おい。おい、なんだ、東京の方に参りましてとかおっしゃってましたけどね。本当だよ、言えよ。なんで急にそんな燃え上がるの。そこで燃え上がる。言えよ。東京のどちらの大学か言えよ。言えよ。東京大学の大学院を卒業させていただいております。しかもちゃんと大学も東京大学であって、ね、決して学歴ロンダリングではございませんと。そうですね。すごいな。大阪桐蔭ですからね。気合入ってんな。野球部ですか。軟式をやっておりました。全然全く違う。今年は惜しかったですね。いや、そうですね。その説明が下手くそすぎて。そうですね。頭どうなってんのか普通に疑うレベルですね。やっぱ背に行っちゃったんですかね。あ、いや、あ、いや、背に行っちゃった。今ちょっと今しれっと失礼なこと言ってました、ね、いやいや、本当に。いや、これいや面白いんですよ。多分ね、安藤さんもツッコミの子いっぱいあると思うんですけど、まあこういうのいいと思うんですよ。事前に合意できない、あなたの話し方じゃ誰も話が分かんなくて合意できないんじゃねえかと思うわけですよ。わかります？あなたがこうやって説明してくださって、こんなにビジネスに長けている5人が聞いてもみんなポカンとしてんのに、臨地にいるおばあちゃん家にコンコンって行って、ここね、校舎ね、IoT で家電がね、とか言ってもね、はぁみたいな感じで、何言ってんだこの人になっちゃうんじゃないのって、普通思いますよ。もっと優秀な営業マンがいるんですか、じゃあ。ああ、そうですね。はい。そう、だからそこが、要は合意形成をしようっていう仕事じゃないですか、これって。はい。合意形成向きなんですかねみたいな感じですよ、普通に。だってここの合意も形成されてないですよ。そうですね、はい、あ、笑ってくれてありがとうございます。いや、俺からしたら細井さんが頭の回転が速くて早口でまくし立てて喋りすぎてポカーンってなっちゃってるように見えるけどね。喋りづらいと思うよ。なんか会話のペースが全然違うもんだって。やっぱ慎重にいっちゃったんですか。なんか学歴にいっちゃったんですか。学歴にいっちゃった。配慮は ないんですかね。いやいや、だって専門ですからね。相手によってちょっと変えようよ。変えて、だからゆっくり喋ってこらんよ。すごい優しく説明して視聴者のために安藤さんがいつか、うん、はい、これダメっていうのを待ってるから時間を今稼いで、今安藤さんはもう今これ、はい、これダメっていうのをいつ。こんな、要はしょっぽいプレゼン内容、本当よう作れますね。42歳になってびっくりしますわ。どこで勉強してきたんですか。聞きたいですわ。土地をですね、大きく再開発しようって思うときに、すいません、全然違う話に切り替えて。また切り替わるんですね。切り替えたらダメですか。いやいや、なんでこういうプレゼンになっちゃうのかっていう質問に答えてもらっていいですか。わかりにくい。こういうプレゼンになるのかですね。そこが改善されることが多分御社の逆転なんだと思うんですよ。モデルじゃないですよ、別に。モデルはあり、いいじゃないですか、別に。けど、ここまでビジネスわかってる人間が、みんなはって思ってるのおかしくないですか、普通に。それがなんか全然分かんなくて、何がそんなに分かりづらかったですか、逆に。だって、うん、
え、じゃあお金出してないじゃないですか。その三なんとかっていう単語だけ分かんなかったけど、分かりやすい分かりづらいとお金出したいか出したくないは全くの別問で、分かりやすい話だけど美味しくないからお金出さないというのは別にいくらでもある話で、ただ普通に解散、管理組合解散させて新しい法人みんなでその原資で作って、で周りの人も巻き込んで、でみんなにリターンさせるっていうのを、こう資本なくて利益率も低いけどそれでうまく微妙な物件をやりたいっていうことですよね。要はそれに美味しさを感じさせるトークをしなきゃいけないわけじゃないですか、うん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 、オーナーさんたち、区分オーナーさんたち全員もそうだし、臨地のオーナーさんたち全員に美味しいって思いをさせる、うまさをちゃんとプレゼンできてないってことですね。だってうまさ感じてないから今お金出す気になってないじゃないですか。だからうまさをプレゼンしなきゃいけないんですよ。うまさは皆さん感じてますね。だから、あ、僕らが、僕らが、ああそうですね、他の人たちはみんな、はい、僕らとか視聴者とか、はい、そう、住民とか、だから僕は地上げして、地上げとかするんですけど、その時にはうまさはすごくみんな感じてもらう。けどここではそのうまさじゃなくて僕らが投資するうまさをアピールする場所ですよね。じゃあどうぞ。あ、俺だったら任天堂スイッチみたいな形にするけどね。あ、置き方ですね。壁に置けて、はい、最悪ガチャって外して、はい、ポカンとなるほど、ね、持ち歩ける、そう、充電とか、その充電蓄電池つけなくてもいいんだけど、他のとこで要は普通にケーブルつけて置けるように、はい、で台も、はい、の方がだって、え、2つ美味しいじゃん。まあそうですけど、埋め込んだらいいんだよ、はい、壁につけたいのは気持ちわかるけど、はい、別にそれはあなたの思いでしょっていう、別に壁に埋め込みたいって思ってる人誰もおらんやんけ、はい、そんなことないんじゃない、はい、いやだって壁になって、例えばあれが気に入って、はい、部屋全部につけたいってなったとしても、それはあなたの意見でしょ、うん、そう、はあ、それはあなたの意見であって、それを押し付けるような言い方するのやめた方がいいよ。いやだからさ、置くのはね、置きたいといるじゃん、なんでその人のニーズ答えようと思わないの。いやだからそれが差別化だって言ってんじゃん。それはもうだって壁にかけれんだよ。置くのはすでにあるから壁付けはないから、はい、今置くのはあっても壁にかけるのないじゃん。いや俺も細井さんと同じ意見だろ。だからあれでしょ、任天堂スイッチ外せるのがいいって言ってるんでしょ、お二人は。そう、ツーウェイ。任天堂スイッチは手で持っても遊べるし、置いてテレビにつなげても遊べるわけじゃないですか。はい、どっちもできたらいいじゃん。まあそういった仕様ももちろん作れるんですけど、まあ今はとりあえずあれは、はい、なんで、まあ、こちらです。まずちょっと話題性を持った商品を作りたいっていうのももちろんありまして、こちらで壁に埋め込む新しい形の世界初のアロマディフューザーっていうのを作ってから、この名前が売れてから、違う形をどんどん、ラフレスって名前で違うのを販売していきたいなっていうのが今の思いですので、最初はちょっとインパクトのある壁に埋め込むっていうのをちょっと周知させたいなっていうので、こちら作成させていただきました。いやもう俺がライバル会社やったら外せるやつ作るよな、はい、絶対外せた方がいいだろうね。岩井さんなんか外した方がいいみたいな。いやガタガタちゃう、ガタガタうるせえだ細い、ほら、すあ、ありがとうございます。また微妙な金額出しよったな。岩井さんから、いや全部出てる、全部、え、全部、全額、はい、岩井さんから全額800万円が出ました。え、あ、ありがとうございます。どういうこと、乗るなら今だよ。ということで岩井さんから全額800万円が出ましたので、他の方もし乗るなら本当に今です。いかがでしょうか。ちなみに今っていうの定義は何分間なんですか。私がこれ完全ホールと閉めるまでです。なるほどなるほど、はい、いかがでしょうか。ちょっと考えちゃうな。考えちゃうね。こんないきなり、え、めっちゃハードル高いやん。今井さんはやっぱ埋め込みに未来を感じるってことですか。めちゃハードル高い。いや埋め込みに未来感じるっていうことじゃないんだけど、細いうるさかったから。うるさうるさめっちゃうるさいよね、あいつ。いやいや、たまにさ、自分の考えてることがいつも正しいと思いすぎてからさ。これさ、細井さんさ、たまにはこういうの、言葉にやって。細井さんさ、400万ずつ出してさ、なんか、やり方変えてくれんだったら出すよね。でも全然。いや、そんなん、向こう条件付きで俺無条件だから俺の勝ち。無条件。ダメだ、無条件だもん。うん。いや、このまま出させてやろうかな。対抗してやってもいいんだかな。やがましいな。いや、これは。たまに虎で出てきたと思ったら、ギャーギャー、ギャーギャーと。わかったよ。本書きました。真似しやがって、はい、さあここで細井さんからも全額800万円。どういうことこれ。来いよ岩井。お前ちょっと取られき長えからって調子こいてんじゃねえぞ。やかましいよお前。いや会社がピンチなのは自分のせいだろ。そうです。こんなさ、わけわかんねえ工場見切り発車させてさ、それ親のせいって言ってるけどさ、いや普通やんねえだろこんなの。そうです。だから自分のせいなんじゃん。自分のせい。だからそのさ、責任感を全く感じないんだよね、今までの発言から。それが問題なんちゃうの。だからまた失敗するだろうなって。もうさ、1億2000万だかさ、溶かしとうわけじゃん、ほぼ、はい、こんなんね、絶対回収できないよ、無理や。
何かこうね、そういう何かあなたがこうやって案件持ってきてそこを使わない限りはさ、土地建物の担保価値とか今実際に稼働されている機械の5年後の担保価値ってどれぐらいあるんですか？今言われて査定で言われてるのが1億ぐらい。マジ？それないくらで買ったのか？土地ですか？いや、土地建物と機械いくらで買変わってないの、それとも上がってんの下がってんの？下がってるってことなの？今は下がってった方なんですけど、はあ、で買った時はいくら？買った時は中古機械たちが6000万と土地が、はい、土地が建物付きで競売かかる前の土地ですし、ああ、うん、国の評価価格が、5000万円で購入金額が、1000万円です儲かるやん。なるほど。おう、それがだから1億つくわけだよね、普通に市場に出たとしたら。高速道路も通るうんぬんとおっしゃってたんで、はい、土地の評価も上がる可能性も良くなるんで、土地としての価値も上がるんじゃないかっていうふうには言われてます。まさかの不動産投資家へ転身新しい道が見えてきた。では最終決断に入ります。細井さんお願いします。1円です。誰かいつかやると思った1円はい1円。まあ簡単に言うとコトラ狙いです。では続いて谷本さんお願いします。はい、ビジネスプランはゼロです。ただ私もまあ、出す権利を得るために一旦100万円を置かせていただきました。同じく多分同じことを考えてるだけだと思います。それよりも俺はびっくりしてるのは、細井さんと谷本さんがだるまを出そうとしてること、意味が分かんねえわ。でも人のことだからどうでもいいけど、俺らも全然ナッシングだよこんなの。あ、木下さん完全同意で、すっごい俺にとっては無駄な時間だったね今日は。今回はナッシングです。お疲れ様でした。まあ、トラですよね。トラっすね。はい、ということで細井さんと谷本さんからお助けだるまです。はい、あ、ちょっとバカらしいから俺出るわ。どうしたら出ない？もう出たいっす。ああ、冗談じゃねえ。こんなのこんなの映画の空じゃねえよ。ちょっと無理。ああ、なんだそれ。取りっぱぐれないからとか、わけわかんねえわ。俺も思ったっす。あそこまで極端じゃないけど出てきましたねこの番組の趣旨的に助けてあげれるっていう意味では分かるんですけど、いいと思ってお金出す、悪いと思ってお金出さないっていうのが前提にあるじゃないですか。あくまで助け舟ですね。その本当に多分どこも貸してくれないと思うんですよ。で、先ほど言ったやっぱ前受け金みたいな形でも、その台数が順次なのだとすれば、多分その1500万という金額が集まらないと思うので、もうこれはもう僕ら愛ですけどね、彼らには愛がなかったということですよ。またね、令和の虎じゃねえって言われちゃったんで、ね、自分の能力をやっぱちゃんと自分で見極めた方がいいと思うよ。だってこんなことみんなできることができないわけじゃないですか。ただでさえこう難しい、まあ、ビジネスっていうしね、こう例えばおにぎりや新しいモデルを成功できる可能性低いじゃん。ゼロとは言わないけど、そう思わないの？それでも自分は成功すると思っています。だからそれはもはや病気ってなっちゃうわけよ。何かに取り憑かれてる人みたいな。はい、それだと全然安心なんないわけ。その成功の角度みたいのがね、大人が見てないって見てるってことは、それかなり妄想ってことになっちゃうのね。妄想ですよ。大丈夫ですか？あれ、教会の時もそんなこと言ってなかった？教会も妄想だったの？なんか絶対頑張れるとか言ってなかったかな？全ての物事において僕は自分で出せる全力をまた進めているので、うんうん、そうですね、はい。だから全力出して16億のね、なんか運営費になっちゃうわけじゃん。それだから全力出されても、全力出してこういうミスになっちゃうっていう方と逆に怖いわけやん。だからあんま全力出さん方がいいよっていう、まず地に足固めた方がいいんじゃないってみんな思うでしょうよ。あなたが多分10年後この動画見たら、いや止めてくれてマジありがとうって多分思うと思うんだよね。ここで頑張れなんて言ったらね、多分恨まれんじゃないかな、未来のあなたに。ああ怖い怖い。思うよ。どう思います？自分自身では最後まで諦めず全力でできると思ってはいるんですけど、まあ今の話を聞いて確かに自分で足りないところは理解しました。ちょっと違うことをしよう。違うことに。そうだね、もうちょっと違うプランにしよう。細井さんお願いします。はい、
残念、ナッシングですね。いやー、お母さんのくだりはすごいね、良かったですけどね。僕もやっぱ成人式の時に両親に恩返しなきゃなって思いましたし、そういう気持ちになりましたけど、僕はそこで力を貯めるっていう選択を取りましたね。つまりそこですぐ恩返しするんじゃなくて、僕だったら医学部をちゃんと卒業して医者になって、そして実力をつけて、そして30になってから稼いで恩返しするっていう選択肢を取りました。あなたもそうした方がいいと思いますよ。はい、